どうも、ハラケンでございます。さて、現在ね、撮影しているのが、2022年12月25日ということでですね、クリスマス、真っ只中のね、日という感じでございます。いやー、まあ私はね、なんていうか別にね、お相手がいるわけでもありませんし、まあ、特にね、なんか、なんていうか、いつもと変わらない、なんか日常生活をね、しているかなって感じではあるんですけれども、まあまあまあ、なんていうかね、今日ちょうどね、まあ今年は、あれですね、競馬の有馬記念がね、年末恒例のがありますけども、被っていましてですね、まあ、一応ね、ささやかな中ではありますけれども、まあ、多少当たったかなって感じなんで、まあ、私なりのね、まあ、ささやかなクリスマスプレゼントとなったのかなという感じではございます。まあ、そんなことはいいんですよ。まあ、今回はですね、ちょうどポケモン GO の方ではね、何でしたっけ？いつも名前忘れんだよな。ホリデーシーズンでしたっけ？そのね、ウィンターイベントか、そのね、パート1が、終わりまして、今ね、パート2の期間に入っております。でね、このパート2の期間に入ってね、まあ、フィードリサーチ、まあ、内容はそんなに変わってはないんですけれども、ちょこっとね、リワードが、変わったものがあったりもしたりするんで、そこをね、まあ、ちょっとお話ししようかなっていうふうに思ったのでですね、いやー、ちょっとね、ここ最近ね、そういったフィードリサーチを、中心にね、復活してて、いやー、ちょっとね、想定外のことが起きたんですよ。それがありましたんでね、まあ、なんていうか、皆さんへの注意喚起も含めましてね、まあ、動画にしようかなっていうふうに思ってね、今回撮影している次第でございます。うん、まあね、多分、これがね、ポケモン GO 関連の動画が、おそらく、2022年最後のね、動画になるんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、じゃあそんな感じでね、じゃあまあ皆さんにね、まあ私の過ちをね、過ちっていうかね、さっき言っちゃったけどさ、あんまりね、皆さんにも真似してほしくないなって思ったことがあったんで、まあそういった意味も含めましてですね、ご覧いただければ嬉しいなと思います。それでは本編行ってみましょう。はい、というわけで今回はですね、ポケモン GO で現在行われております、ウィンターイベント、そのウィンターイベントがね、パート2に切り替わりまして、その中でね、フィードリサーチのリワードはいくつか変わったものがありました。でね、そこをね、紹介していこうかなっていうふうに思ったのと、まあそういったね、フィードリサーチを、まあ、思うとしましてというかね、その中で普段ポケ活をしている私自身が、ちょっとね、想定外のことが起こりまして、それをね、なんていうか、皆さんにも、まあ真似してほしくないというか、同じようなことがね、皆さんに起こってほしくないなっていうふうに、こともありまして、そういったね、注意喚起も含めて、このね、何が起きたかっていうのをお話していこうかなっていうふうに思ったのと、あとね、まあ、それに、まあ、伴って私自身ちょっとやりたいことがあったんでね、それはちょっとその辺の模様をね、撮影していこうかなっていうふうに思っております。いや、まずですね、現在ね、この行われております、このね、ウィンターイベントパート2、まあ、その中で、変わったフィードリサーチの話しようかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、リワードが変わったやつですね。それがね、なんだっけな、まずポケモンを5種類捕まえるか。これがね、フィードリサーチのリバード。現在ね、なんだっけ、リボンをつけたね、デリバードもしくは、まあ、同じくね、リボンをつけたクマシュン、この2種類がね、登場しているという感じになっております。まあ、あれですよね。まあ、皆さん野生のポケモン見てもわかるかなっていうふうに思うんですけれども、あれですね、首に鈴をつけたおとししと、あとマフラーを巻いたね、玉ざらしがいなくなってしまいまして、両方ともね、通常の姿に戻りました。それに対してそのね、2種類のポケモンに関しましては、新しく、まあ、リボンをつけた状態で、まあ、出てきているということで、まあね、その分、リワードのね、ポケモンも、まあ、入れ替えになったよという感じになったかなって感じですね。で、あとのね、残り2つがね、ギフト関連の、フィードリサーチタスクのね、リワードの変更なんですけれども、まずギフトを5個送るですよね。これね、もともと今ね、出てきております、ウィンターイベント中のピカチュウですよね。あれがね、リワード出てきていたんですけれども、まあ、それにね、加わりまして、今回から初輸送となりましたね。クリスマス仕様の特別コスチュームのイーブイ。これもね、まあ、追加で出てくるという感じになりまして、まあ、リワードがね、2択という感じになったかなというふうに感じでございます。で、最後もう1個がね、これまたギフト関連なんですけど、ギフトを5個開けるですよね。これがね、もともと、まあ、元どつがね、パート1では、ロコンのアローラの姿が出現していたんですけれども、まあ、それがね、今回のパート2では、3度のアローラの姿に変わったという感じでございます。まあ、なんていうかね、ロコンのアローラの姿の方はね、まだ、色違い持ってらっしゃる方々、そんなに、ね、まあ、なんていうか、3度に比べれば多くないかなっていうふうに思ったんですけど、3度の方はね、コミュニティでも今回、すでに行われているポケモンであるんで、結構ね、色違い持ってらっしゃる方々多いかなっていうふうに思うんですよ。まあ、そういう意味で言うとね、ちょっと残念な変更かなっていうふうにこの辺は思いますけれども、なんていうかね、でもその前のね、ポケモンを5種類捕まえるの方ですよ。
いやーね、ポケモンを捕まえた時に星の砂がね、500個も手に入る、まあ、デリバードがね、イベント限定のね、フィードリサーチでも出てくるようになった。いや、しかも結構ね、出現率というか、なんか出てくる率も高いフィードリサーチなんで、これはね、星の砂集めるためのね、裏ストック貯め放題だなって感じでね、かなり、嬉しいね、フィードリサーチのリワードの変更になったかなというふうに思ったりしております。あ、でもね、このね、フィードリサーチに関して、ちょっとね、これ、面白いなっていうふうに思ったことが一つありまして、まあ、今回特別コスチュームの、まあ、デリバードとね、あと今回から初リストとなりました、特別コスチュームっていうか、クリスマス仕様のね、特別コスチューム EV が、まあ、今回フィードリサーチのリワードでも出てきてるわけじゃないですか。でそれがね、この2種類ってね、通常のね、フィードリサーチの方でも現在入手できるんですよ。でね、そのうちね、まず EV の方ですよね。常設のね、フィードリサーチ、ポケモンを一匹進化させるっていうね、フィードリサーチのリワードとして、まあね、EV が出てくるわけでして、そっちの方もね、このね、ウィンターイベントパート2に入ってからクリアしてね、見てみたらね、ちゃんとこっちの方でもね、特別コスチューム、まあクリスマスのね、あれは帽子になるのかな、被ったね、EV が出てきてくれてたんですよ。だからね、あ、こっちをクリアしてもね、なんか、特別コスチュームの、限定のね、EV 厳選できるんだっていうふうに思ったんですけど、その一方でですね、実は今月のね、通常フィードリサーチですね、こっちは常設じゃないんですけど、ステッカー付きの、ギフト5個送るだったかな。こっちでもね、リワード、デリバードが出現すると今月なっておりまして、でもね、そっちの方はですね、出てきたデリバード、リボンつけてないんですよ。通常の姿のね、デリバードが出てきまして、いやー、これ、常設とね、月ごとに変わるフィードリサーチで、リワードのポケモンの特別コスチュームの有無、変わるんだっていう風に、へーっていう風になりましたね。そんな感じでね、まあ、普段からフィードリサーチをね、中心とした、ポケ活をね、していると、こういった発見もあるんだなっていう風に思ったんですけど、いやー、その中でですね、ちょっとね、想定外のね、ことがあったってことをね、皆さんにお話しようかなというふうに思います。いや、まずですね、このね、フィードリサーチのね、リワードのポケモンですよ。まあ、私ね、いつも星の砂のね、ちょっと多くもらえる、ブースト対象のポケモンをいつも裏タスクにストックして、まあ、星の砂ね、3倍もしくは4倍のイベントの時にね、捕まえたりしている、そんな感じのね、スタイルで、まあ、基本、裏ストックに貯めていく生活しているんですけれども、いや、これまでね、まあ、前回ね、星の砂が、ポケモンゲット時星の砂3倍イベントがあったのが、11月のね、姫熊のコミュニティの時だったと思うんですよね。で、その時にね、裏タスク全部消化したんですけど、いや、その後ね、また、裏タスクにストックし始めまして、一番ね、頭に来てたポケモンがね、あれですよね、ミツハニーだったんですよ。まあ、ミツハニーね、ゲット時星の砂750個あったかな、まあ、ゲットできるということで、まあ、11月か、通常の、月ごとに変わる通常フィードリサーチの、ポケモンを捕まえるときにパエの実を5個使うだったかな、そのね、フィードリサーチのリワードで出てきていたんで、まあ、こんな感じでね、タスクストックしていたんですけれども、いやーね、それがですね、今ね、私自身の、フィードリサーチタスク、ストックしている分ですよ。今頭に来てるのがね、このポケモンなんですよね。はい、わかりますかね？はい。おい、どないなっとんじゃおい！いやーね、これまで、フィードリサーチの裏タスクのストック、上限をね、超えたことはなかったんですけれども、最後にね、こういった星の砂の、ボーナスイベントですよね。星の砂3倍イベントがあったのが、先月、11月12日だったっけ？そのね、姫熊のコミュニティデーでしょ？ね、もうじきね、2ヶ月経つって感じになるんですよね。もうだいぶね、時間が経ったわけですけれども、いやー、そこからね、時間が経つまでの間に結構ね、通常リサーチもしくはね、イベントのフィードリサーチとかで、結構ね、星の砂ブースト対象のポケモンが出てきていたってこともありましてですね、うん、まあ、こんなことになってしまったという感じでございます。いやー、これね、気がついた時は、うーわって思いましたね。うん、ちょっとね、ゲットする予定だった分がね、ゲットできなかったショックだなっていうふうに思いまして、うん、ちょっとやりすぎたなって感じでございました。で、またね、このね、私がね、先ほどから散々言及しております。まあ、いつもね、裏タスクを、ゲットする、まあ、解放していく時がね、星の砂、ポケモンゲット時3倍のね、コミュニティで等々、そういったね、イベント中にやるっていう風に言ってるんですけれども、まあね、最後に会ったのが11月12日でしょ？で、それからね、もう2ヶ月近く経って、かつですよ、来月ですよね、1月のコミュニティでって、まあ、ハリマロンがね、出現するとなっているんですけど、ボーナスがね、まだ星の砂ではなくって、ポケモンの、深距離ですよね。あれが4分の1になるボーナスになってまして、星の砂ブーストではないんですよね。うん、まあ、そういったこともあってね、まだ、
これからね、今後まだ未発表の、イベントとか上がったりしてさ、なんだっけ、星の砂がね、3倍、4倍になる、そういったね、イベントが、来る保証がね、今のところありません。でね、そうなっていくとね、最短でもまあ、2月のね、コミュニティで、いやね、姫グマコミュニティでから3ヶ月も空くってことになるわけじゃないですか。で、それでね、かつね、今ウィンターイベントで、星の砂ブースト大使のポケモンのリバードがね、まあ、デリバードと、あとシェルダー、2種類も狙えるわけでしょ。もう、どんどんストックを食べていってね、膨れ上がってしまうってわけですよ。でね、そういったことを考えるとね、なんていうか、星の砂ブースト大使のポケモンのね、ストック、またね、また上限突破していっちゃう。そういった方々ももしかしたら私以外にもいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いまして。いや、そういった方ね、増えてほしくないわけですよ。でね、今ね、この、ウィンターイベント中に、何でしたっけ、ウィンターウィッシュでしたっけ、タイムチャレンジからね、なんだっけな、なんか選択肢が急に出てきまして、なんか、ポケモンを捕まえて、XP を多くゲットできる、選択肢と、負荷距離がね、やはり短くなる選択肢、あとね、ポケモンゲット値の星の砂が増えるよ、みたいな選択肢の画面が多分出てきたと思うんですよね。で、そこで私はですね、まあ、星の砂がね、多くもらえるっていう選択肢をチョイスしたわけですよ。いや、そういったことを考えると、今ね、普通に捕まえ、ポケモンを捕まえた時にね、星の砂ね、通常の、まあ、星の砂100もらえるポケモンでも200点に入るっていう状態になってまして、いや、だったらもうこの期間にね、なんていうか、上限を突破しかねない、裏タスクのストックね、消化しようかなっていうふうに思ったんですよ。うん。なんていうかね、そういった方々、まあね、増えていっちゃうと、やっぱりね、もったいないことしたっていうふうに思ってしまう方がこれ以上出ないようにと言いますか、うん、せっかくなんでね、まあ、星の砂2倍のね、2倍でも十分ね、美味しいじゃないですか。で、それがね、スポットライトアワーとかじゃなくって、普通にね、常時起きているっていう、まあね、年内はかな、このウィンターイベント中は起きているって感じになっているんで、じゃあこの機会にね、まあ、このウィンターイベントで出てきている、まあ、シェルダーとか、まあ、デリバード、まあ、デリバードはね、1匹につき星の砂500個だからまだいいけど、特にシェルダーの方がね、ちょっとこれは、一匹につき星の砂1000個じゃない？だからね、ストックしておきたいんですよ。それ考えるとね、それをね、余裕持ってストックできるように、ちょっとね、今から貯めていた分ね、星のかけらを使って、解放して捕まえていこうかなっていうふうに思ったわけですね。まあ、そういったこともありまして、まあね、今、タスクストックの中ね、先ほど頭にね、人手間がいるってことは、皆さんにご覧いただいたかなって思うんですけれども、改めてね、星のかけらを使って、まあ、捕まえていこうかなっていうふうに思います。うん。まずね、まあ、星のかけらをね、こんな感じで使っていきまして。で、ここからですよね。はい、星のかけら使いました。で、ここからね、ポケモンを捕まえていきます。で、まずね、一匹目。うん、人手マンがいまして。まあ、これをね、捕まえていくわけですね。よし。こんな感じで。いや、何匹ストックしてるかね。これで皆さんにもね、ご覧いただこうかなっていうふうに思います。まずね、人手マンをゲットしまして。これで星の砂が、そう、2250個ですよ。通常でもね、750個手に入るのが、4.5 倍か、なりまして、2250個って感じになってますかね。ん？あ、違うわ。あれだ、なんか計算がおかしくなってんね。2倍だから、3倍になってんのかな。もうね、本当に計算苦手。そうだね、3倍だね、失礼しました。まあ、そんな感じで、まあ、これからって感じでね、リバードのポケモンを捕まえていくってことでございます。2匹目も人手間ですね。よっしゃ、こんな感じでね、ずっと繰り返し作業になっていくんで、ここから先はね、早送りで行こうかなっていうふうに思います。何匹捕まえてるかな。
セルダだ。よし、ここまで来た。ってことはね、うん、今回のね、なんだっけ、フルタスクストックのゲット、ここまでにしようかなと思います。はい、というわけでですね、私がね、あいにく不注意と言いますか、そんな感じでね、フィードリサーチの裏タスクストックが、上限をオーバーしてしまっていたということでですね、なんていうかね、今月の、フィードリサーチのリワードとかね、あと現在行われております、ウィンターイベントですよね。そのウィンターイベントで、出てきている、ちょうどね、シェルダーのところで終わったんですけれども、そこに切り替えるまでのタイミングまで、ストックしているね、裏タスクにストックしてたポケモン捕まえようということでね、一通り無事捕まえ終わりました。いやーね、もう多分50匹ぐらい超えてたんじゃないかな。途中からね、ちゃんと数えられなくなってしまっていたんですけれども、なんていうかね、結局、全部でね、捕まえてみたら、終わってみたら、さっき計算してみたらね、なんだっけ、おおよそね、なんだっけ、11万3000ぐらいだったかな、のね、星の砂をね、ゲットできたという感じになりました。でもこれがね、多分おそらくね、星の砂3倍もしくはね、最近、行われていませんけれども、コミュニティでのね、集団プレイボーナスの4倍の時とかの、その星野さんのね、ボーナスが入っている時に捕まえていたら、これがもっとね、倍率が上がってね、星野さんの数も多くなっていたのかなって思うとね、いやーちょっとストックの方がね、ちょっともったいないのとスターティーにつくづく思いました。で、またね、こうして見てみるとね、冒頭で、もうとにかく人出満で、某有名 YouTuber さんがね、私と同じね、誕生日の YouTuber さんが大喜びしそうな展開になっていましたけれども、なんていうかね、そのね、すごいね、人手間めちゃくちゃ貯めていたなっていうふうに思いまして、人手間がね、ポケモンゲット時、星の砂750個なんで、750個のポケモンがね、いっぱいいたのがちょっとね、消化せざるを得なくなったのがもったいないかなっていうふうに思ったのと、あとね、これだけ星の砂が美味しいポケモンがね、たくさんリワードで出てくる期間があったりすると、一段階進化のポケモンをね、ストックしておいたのはちょっともったいなかったなって思いましたね。コクーンとか、あとは、なんだっけな、ゴリキは今回ちょっと出てこなかったですけれども、ウツドンとかね、そういったあたりがちょっともったいないなというふうに思いました。人手間が、ね、出てきていたってことは、先月ですよね。ミツハニもそうですけれども、11月のね、通常のフィールドリサーチの、ポケモン使うとき、パイの実をここ使うで、ミツハニもしくはコクーン出てきていたって話はさっきしましたけど、人手間が多かったのは多分あれですね、月末、11月の末に行われていました、月と星、太陽イベントでしたっけ？それのイベントの中でね、なんだっけ、太陽と月か。いつも名前間違えるけど、それの中でね、エスパータイプのポケモンをね、多く捕まえた時に、5匹だったかな、その時にね、リワードで人手間出てきたんですよね。で、その時のね、多分、ストックが相当あったんですよね。いやー、タスク有効活用をもっとしたかったなっていうふうに思うんですけど、でもそもそもね、星の砂3倍もしくは4倍のイベントがね、当面、来なさそうということもありまして、結局ストックの分をオーバーしちゃうんだったらね、2倍でもね、で、いいボーナスで発生している時に捕まえておくに越したことはないかなっていうふうに思いまして、今回ね、タスク消化の動画をね、ご覧いただいたかなって感じでございます。いや、ほんと皆さんもですね、なんていうか、基本的にはね、こういった星の砂がね、ゲット時の星の砂が多いポケモンはね、ストックしておいた方がいいかなっていうふうに個人的にも思うんですけれども、やりすぎるとね、後々後悔してしまうと言いますか、なんていうかね、しっかりまた自分自身がどれだけの数ストックしているか、頭の中でね、ある程度数、ざっくりでもいいと思うんで、覚えておいた方がね、後々損することがないかなっていうふうに思いました。で、またね、星の差3倍ボーナス、4倍ボーナス、そういったね、イベントが、当分来ないよっていうのはね、分かっている場合、もしくはですよね、それこそコミュニティでのね、次の月が、ボーナスが確定していてね、それが星の砂じゃない時とか、そういった時はですね、むやみにね、ストックしすぎずに、時にはこうやってね、星の砂、2倍でもいいですよ。そういった時にね、消化する機会を作るのも、いいのかなっていうふうに個人的に、今回教訓として思いました。そのことね、皆さんにも注意喚起という形でね、お伝えできたら幸いかなと思います。いやね、今ね、こんな感じで私自身は、ウィンターウィッシュですか？ちょっとね、某有名な方はお真似しましたけれども、時に星の砂はね、多くなる選択肢をね、チョイスしてくれ、していたおかげで、こういった風になったんで、皆さんもぜひともね、星の砂、貯めるときに貯めるのが一番いいんですけど、なんていうかね、あまり意識すぎて、損してしまってももったいないんでね、ぜひとも皆さん、貯められるときにね、なんていうかね、通常時でもないな、星の砂2倍のスポットライトアワーとかそういったときでもいいですよ。有効活用していってもいいかなと、改めて思いました。じゃあね、今回、もう、拙い動画になったかなと、最後のね、年の最後にね、拙い動画になってますけども、こんな感じで動画以上にしようかなと思います。最後までね、ご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。
いや、いかん。すっかり忘れてた。危ない。いやね、もうね、時間がすっかり、夜の時間帯にね、なってしまったんですけれどもですね、まあ、同じくね、今2022年12月25日、クリスマスに撮影してましてですね、ちょっとね、この時間って、皆さんにね、報告しないことといけないなってことが一つできまして、まあ、それでね、改めて、動画を撮影しております。いやー、と言いますのもですね、まさに今日なんですよ。このね、12月25日の、まあ、夜に入るぐらいだったかな、その時間になりましてですね、実は私ですね、はい、なんとですね、おかげさまで、ポケモン GO のね、トレーナーレベルが、今ね、現状上限であります、50に到達しました。いやー、びっくりでしたね。なんか、ね、今日になってからね、随分経験値が結構多く入るような感じで、まあ、さっきね、動画のね、前半でもないか、動画のメインで伝えていた通り、いっぱいね、ストックしている分のポケモンを捕まえていたりもしたんですけれども、まあ、それもあってね、結構経験値が溜まっていきましてですね、それもあってね、もうレベルアップ直前っていうぐらいになってはいたんですよね。それでね、なんとかここでね、全部で、まあ、トレーナーレベル1から全部合計すると、1億7600万の経験値だったのかな。ちょうどね、このね、経験値数値ぴったりでね、トレーナーレベル50を達成ということになりました。まあね、長かったっちゃ長かったですけれども、短かったっちゃ短かったかな。なんかね、どっちとも取れるようなコメントになっちゃいましたけれども、トレーナーレベルがもともとね、上限が、まあね、しばらく40の時期が続いていましたけれども、それがね、上限が、50に解放されたのがちょうど2年前とかだったかな。まあ、それからね、まあ苦節2年なんですかね。そんな感じで、まあできる限りね、今年いっぱい、今年中に、年が変わる前にね、トレーナーレベル50、達成したいなっていうふうに思っていたんですけれども、それがね、無事に叶って本当に良かったなというふうに思います。でもまあね、私の中では、まあ、こういったね、経験値の数字も、まあ、通過点としていきたいなっていうふうに思っておりますし、まあ、私なりにね、これからもポケ活楽しんでやっていこうっていうふうに思っておりますので、まあそうですね、ポケモン GO がサービス終了になるまでは、目いっぱいね、いろんなことを楽しんで、またね、その中でね、皆さんにも少しでも、楽しませるっていうとあれですけれども、まあね、楽しんでもらえる、まあ、きっかけになるようなことをね、お伝えしていけたら、まあ、嬉しいかなっていうふうに思っております。それじゃあ、すいませんね。なんか、実はさっきね、最後、動画締めた後にね、今年の1年間のね、挨拶とか、締めの挨拶とかそういったこともしていたんですけれども、撮り直しなんで改めてしましょうって感じになりました。まあ、そういった感じでね、まあ、改めまして、この私自身の、まあ、ポケモン、GO のね、トレーナーレベル50、TL50 達成っていうことをね、最後の言葉としましてですね、今年のね、ポケモン GO の動画はね、以上にしようかなと思います。いや、改めてですね、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。そしてね、本当はこのね、2022年もね、この私、ハラケンチャンネルのポケモン GO の動画もね、その他の動画もか、楽しんでいただいた皆さん、本当にありがとうございました。またね、来年もね、楽しい動画を作っていくように頑張りますので、これからも何卒よろしくお願いいたします。もしね、チャンネル登録の、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録。そしてね、この動画楽しかったよとか、参考になったよとか思っていただけましたら、グッドボタン、高評価。あとね、だから、私もね、こういったポケモンたちゲットしたよとか、星の砂、こういったポケモンたちで、まあ、集めていっているよとかね、何かありましたら、コメントもよろしくお願いいたします。また私は、Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければそちらもフォローもお願いします。それではまた、別の動画、生配信お楽しみに。ハラケンでした。皆さん、良いお年をお迎えください。今年一年、ありがとうございました。